実はこんな僕にもですね、みほちゃんっていうね、あのお客さんがいましてですね、その人がですね、あのこの間僕がツイッターであのイケメンでいいよなーってつぶやいたらですね、みほちゃんから返信が来まして、その時の返信が、大沢さん、人間は顔じゃないですよってね、本当は合格したかったと思うんですよ。本当は合格したかったと思うんですけど、実際のみほちゃんの返信は、大沢さん、人間の顔じゃないですよってね、わかってますよね、本当に。ちなみに、みほちゃん、僕のツイッターのフォロワーにいますのでね、ぜひ皆さん、荒らしてくださいね。